山口敏太郎です。徳島の、ソウルフード、緊張饅頭を買ってきました。ノーマルなやつと、あとゴールドというのもあるんですが、今回は、プレミアムです。こういう感じですね。この緊張さんの顔が描いてますけど、それちょっと出してみると、もうタヌキの、体の色、これで、タヌキのこうボディのような感じになってますね。ちょっと食べてみます。やっぱりプレミアム、うまいです。ほのかにチョコの味と香りが入ってまして、非常に上品な味わいになっております。徳島に行ったら、妖怪ファンは絶対、緊張饅頭、あるいは緊張饅頭ゴールド、プレミアムを、3種類全部買ってください。非常におすすめです。